ただどうも僕が興味持つのは主役の格好良い人じゃなくて脇にいる人たちばっかり見てたように後になって思うんです。と脇役に目が行くようになったといい、脇の人たち個性的な人が多ございまして、悪の強い個性的な人、役者を目指したきっかけを語った。俳優人生51年を迎えた笹野は役者を目指したきっかけについて、昔母親が見せてくれた映画の影響って強いんだなって思いましたと回想。母親が好きだった映画は何だったんだろうなって。中学の頃に映画館に通うようになって見てみたら、スクリーンに映ってる人は映画俳優、職業でやってるってことが分かりましたと、俳優という職業を意識するようになった。そして母親が食い入るように見ていた映画俳優、そういう人たちが別の映画ではまた違う役をやっていたりするのが不思議に思えて、